フィッシャーマンズワーフの看板フィッシャーマンズワーフの俯瞰。フィッシャーマンズワーフは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンフランシスコにある観光地。大まかには、サンフランシスコのウォーターフロント北部、キラデリ広場や、バンネス大通り東から、ピア35やカーニー通りまでを指す。漁師の鳩場の名の通り、この周辺は19世紀半ばのゴールドラッシュで、 サンフランシスコが大きな町になった時期以来の漁港で、様々な色に塗られた漁船が多数停泊し、獲れたばかりの魚やエビカニ類を水揚げする場所であった。この区域では、ピア39、サンフランシスコ海運歴史国立公園、カネリーショッピングセンター、ギラデリー広場、チンピン収集博物館のリプリーズビリーブイットアノット、カラクリ博物館のムーゼイメカニーク、 ロー人形博物館、ホーブズ島、また新鮮な魚介類、特にイチョウガニとクラムチャウダーを、サワードのパンの器に入れて提供するレストランや、軽食店が有名である。ポンペイスやリオと S8 その他のレストランのオーナーは、同じ家族が3世代にわたって続けている。ピア45の近くには、サンフランシスコと北カリフォルニアの亡くなった漁師の記念協会もあるが、 こちらは毎日開館しているわけではない。一年に一度、教会は亡くなった漁師のための礼拝を取り行う。フィッシャーマンズワーフへの行き方には、いろいろな方法がある。サンフランシスコには他にも、チャイナタウン、ロンバーストリートや、ノースビーチといった有名な観光地があるが、これらは全てフィッシャーマンズワーフ付近に点在している。フィッシャーマンズワーフは、 サンフランシスコにおける多くのイベントの会場となる。その中には7月4日の国際花火大会やフリートウィーク航空賞も含まれている。市の有名人の一人にワールドフェーマスブッシュバンと呼ばれるフィッシャーマンズワーフのストリートパフォーマーがいる。彼の芸は害は与えないが論争の的になる。彼は枝の後ろに隠れて座っていて、 通りがかる人を驚かせて飛び上がらせるのである。彼は28年間これを続けて悪評を得ている。ABC の番組フルハウスの初期のオープニング映像にはフィッシャーマンズワーフが映っており、ダニー、DJ、ステファニーがアルカトラズ島の刑務所の前で釣りをしている。フォックス放送のアニメショーフューチュラマでは3000年のフィッシャーマンズワーフは フィッシャーマンズ・ウォーフと改名されている。これは、シンスター・トレックのウォーフに洒落たものである。フィッシャーマンズ・ウォーフは、セガドリームキャストのゲーム、メトロポリス・ストリート・レーサー呼び物のレースエリアの一つになっており、その後続ソフト、プロジェクト・ゴッサム・レーシングの第一ゲームでも同様である。グレートフル・デッドの曲、ワー・フラットは、ジェリー・ガルシアとロバート・ハンターにより影響を受けた。 彼らは LSD を服用し、フィッシャーマンズワーフに一日中座って作曲した。ありがとうございます。